はいい、えー、お疲れ様でございます、えー、と外務省は、ビザ申請手続きの簡素化、それから在外公館の差称・発給業務の効率化、えー、それに水際対策の強化という観点から、2020年4月より、香港を除く7つの在中国公館におきまして、中国人の団体、 個人観光一時詐称を対象に、それぞれの交換から指定を受けた旅行代理店からのオンラインによるビザ申請の受付を開始する予定です、さらにそれと同時に、電子ビザの導入を予定をしております。 これに先立ちまして、えー、北京の日本大使館では今年5月の下旬以降、一部の指定旅行者からの団体個人観光一時ビザのオンライン申請のテスト運用を行ってきましたけれども、その結果を見て、あ、え、す、ー、7月30日より、 すべての旅行代理店からの団体観光一時ビザのオンライン申請受付を正式に開始いたします。その運用状況を踏まえ、個人観光一時査証の申請もオンラインで受け付ける予定にしております。外務省として、観光立国推進の実現に向けて、引き続きビザ申請にかかる申請者の利便性の向上に取り組むと同時に、 水際対策としての審査にしっかり取り組んでいきたいというふうに思います私からは以上ですそれではご質問をお受けいたしますご質問のある方は挙手の上と近くのマイクを使ってお願いいたしますではどうぞ朝日新聞木原記者 朝日新聞の木原です。えっ、ー、と日韓関係について伺います。えっ、ー、とプサ市がえ日本との交流事業の見直しを表明しました。で大臣あのこれまでずっとこう人的交流は大事だということをおっしゃっててで,でまああの観光局なんかの統計見ますと前年比でまあ一部日本から韓国に行く人が落ち込んでたりとかその人的交流にも影響が出始めていると思います。この点についてどういうふうに受け止められてますでしょうか。 あの政府間、難しい問題に直面をしておりますが、こういう時だからこそ、国民交流というのはあの重要なんだろうと思います、その中でもこの自治体間交流というのは、国民交流の柱でありますので、文化交流、スポーツ交流などと並んで、こういう時にこそしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 あと関連して、ですねその、まあ、外交のチャンネルといいますか、対話というのはまあ続けなければいけないということも重ねて大臣、強調されております、で一方でその、まあ、去年の10月末の判決以降、ですね、まあ、外相会談なんか重ねてこられてますけれども、あ,のあえて申し上げます結果は出ていないと、その解決に向けての,その方策が見えない中で、その結果をどう今後出していくかについて、どういうお考えでしょうか。 あの韓国政府にはぜひこの国際法違反の状況を早期に是正をしていただきたいと思っております次お願いします NHK 小泉記者どうぞ n の小泉ですお疲れ様ですと、えー、有志連合の件についてお伺いしたいと思います ポンペイオ国務長官が先週、インタビューで、日本など数カ国に対し、有志援護への参加を要請したというふうに明らかにしました。日本としてどのような形で要請を,要請を受けられたのか、どのような形で受けられたのか、またこの要請に対して、いつごろをめどにどう応じられる方針か、お願いします。あのホルムズ海峡というのは、日本のエネルギー安全保障にとりまして、視覚的に重要な地域でございますので、日本としてもしっかりと情報を収集、分析しながら、 日本にとって最適な対応を考えていきたいと思います次お願いします追加どう要請を受けられたかどうかについては今申し上げた通りです次お願いいたします、えー、清宮記者です 朝日新聞の清宮ですすみません、2点お伺いしたいんですけれども、あの25日に北朝鮮の飛の飛翔体の発射があり、韓国はあの新型の短距離弾道ミサイルと分析していますが、それであれば、国連の安保理決議違反になると思うんですけれども、あの日本としての受け止めと対応について、お願いします。今、防衛省で情報の分析,分析中とかあの了解しております。 ともう一点なんですけれども、ちょっと別件で、INF 先輩条約について、あのアメリカがポンペオ国務長官も8月2日までにあの離脱の意向を改めて示していて、2日にあの執行する見通しですが、今までもあの日本としては条約を評価して、あのマルチ化の必要性も言及されてたと思うんですけれども、改めて受け止めをお願いしますあのこの INF についてはあ、軍縮に大きな役割を果たしてきた、えー、非常に重要な 条約というふうに考えておりますので、日本として米ロ、両国がその精神をこれからも引き継いでいっていただきたいと思っておりますし、米ロのみならず、中国、英国、フランスといった P5 が真摯に今後の対応をしっかり議論していただきたいというふうに思っております。 すいません精神を引き継いでというのは、その条約はなくなってしまうけれども、ななくなったとしてもとあの日本としては、a n f というのは非常に重要な条約でございますので、できればこれをしっかり維持し、発展をさせていただきたいというふうに思っていることに、ら変わりりはありません次、お願いします。産経新聞原川記者 産経の原川ですよろししくお願いしますちょっと話題変わりました、の外務省の働き方改革についてお伺いしたいんですけれども、この4月にその時間外労働のその上限を規制する働き方改革関連法が施行されましても、まもなく4ヶ月になりますが、これまでのところ、この法律を踏まえて、ですねあの外務省でどのような取り組みをされたのか、その主だったところを教えていただきたいのと、あと、なおこの先、その改革を進める必要がある。 ありかつその,そのために何か大きなハードルとなっているものがあるとすれば、それについても教えていただけますでしょうかあの外務省は、それぞれ個別の局、あるいは課において、えー、様々ざ会議のやり方、あるいはその後の対応について、働き方改革に資するような改革をやってきておりますので、こうした動きは、 あのしっかりと続けていっていただきたいというふうに思っておりますあのしかし、それでも月間の残業時間が100時間を超える職員が非常に大きいという状況に変わりはございませんので、まあ、あの外務省は時差の問題もありますからあのなかなか簡単ではないのかもしれませんけども あの外務省と、それからさまざま相手がございますので、そういうところにも協力を求めながら、働き方改革をこれ、しっかりやっていかないといけないと思います。と言いますのは、霞が関の省庁訪問、採用のプロセスがスタートしておりますが、この採用しにくくなっている希望者が、 減っている、そういう状況は顕著なものが、カスミンガ関全体から見るとあると思いますあの。おかげさまで外務省はまだいい方なのかもしれませんが、それでも以前と比べればあ楽観視できないという状況であろうと思います。あの霞が関ににい,い人材を集めめるためにもこのの働き方改革というのは 極めて重要なことだというふうに思っております次お願いします北海道新聞西名記者北海道新聞の西名です北方領土問題についてお聞きしますロシアのメドベージュ首相が8月1日2日に北海道のエトロフ島を訪問する計画が報じられています日本政府は情報収集を行っているとしていますが3日後に迫り これまでのロシア側の説明とそれに伴う日本政府の対応をお尋ねしますあのそうしたことは我が政府の立場と相入れないものでございます次お願いします、えー、東京新聞大杉でしたすみませんあの INF の質問にちょっと戻るんですけれどもあのー 1まあ一つの軍縮の枠組みがこれでなくなった新たな枠組みがないままあのなくなるということですけれどその日本の安全保障にどのような影響がありうるかということとあとその、まあそのまあ、軍縮に向けた取り組み今まであの外交当局間でそのどのようなやり取りをしてきたのかとこれからどういうふうにしていくかというところも教えていただけますか。 INF というのは、これはもう日本だけでなく、世界的にもこの軍縮という観点から非常に重要な条約であったというふうに思っております。ただ、他方あの、この INF の対象になっていない国があ軍拡を続けてきているという状況がありますので、えー、万が一、この INF 条約というものがあ、効力を失うような事態になれば、 あのやはり P5 を対象とする新たな枠組みの構築というのが必要になってくるんだろうというふうに思います。あの日本として引き続き、そうした働きかけを各国に向けてやってまいりたいと思いますこの後ありますので、最後といたします、どうぞ、えー、テレビ東京、願いし記者。 えっと、日韓首脳会談を行わないという方針だという報道が一部ありましたけれども、ちょっと日韓の間で首脳同士の会談がなかなか難しいという状況にある中で、日韓の外相会談の意義というのはどんどん高まっているのかなというふうに思うんですが、バンコクでカン・ギョン外相に会われるんでしょうか、あるいはこの外相会談というのをどのように位置づけていらっしゃるんでしょうか、よろしくお願いします。あの 日韓の首脳会談について、別に何かやるやらない、決まっていることはございません。日韓の外相会談はあの、もう2年前、私が外相に就任して以来、かなり頻繁にやってきているものでございます。あの今後の出張につきましては、今、最終調整中でございます。あの,諸般の事情が許せば えー、バンコクで開かれる ASEAN 関連外相会談に出席をしたいというふうに思っておりますが、えー、その場での倍の会談については、まだ何も決まっておりません本日以上といたします。あありりががととううごござざいいままししたた